はい、皆さんこんにちは。本日紹介するアクセサリーなんていうのグッズはこちらになります。もう今私たちが着てるね、アップバンクの公式 T シャツです。うらやましい。いいね。かわいい。めっちゃかわいい。このデザイン2タイプあるんですよ、デザインが。今私が着ているこのアップバンクのロゴをメインとした、このゴロゴロって転がってるような5個もついてるっていう、このロゴタイプと、あと今マメルトンさんが着てるこのね、テヘペロしてるロゴがロゴっていうか、テヘペロしてるリンゴくんがアップバンクって言ってるね、この2つのモデルがあります。なんかマメルトンさん、この何テヘペロバージョンが好きだって言ってましたけど、なんかめっちゃ可愛いって言ってたけど、そうだ、気に入りましたか？この吹き出しの、うん、なんかね、アップバンク今までこんなロゴなかったじゃないですか、うん、このロゴも可愛いし、うん、まさかの顔がついたっていう何を思って顔つけたんだって感じだよね。しかも舌出してるし、うん、ピロン。でも意外とこれが可愛かった。そう、黒バージョンもあるんですよ。黒バージョン、僕もね結構これ気に入りましたよ。可愛い。でね、こっちもねまたいいんだよね、うん、どう、シンプルですね。ね、なんかこうやってデニム姿とかにも合うよね、うん、なんかさ、 T シャツって言ったらさ、夏ですよ。そうですね、この夏ね、なんかあの洋服選び迷ってる人とかねもう一緒にもうこれ着ちゃいましょう。で、またポイントがあって、結構ね、まあもう着てるんで分かると思うんですけど、厚手じゃない？うん、しっかりしてる。だからもう、なんていうの、洗濯して伸びきっちゃうとかね、そういう心配もないのかなと思います。あと白だったら透けたりするのが結構、うん、あ、女の子がね、気にしますよね、そんな分かんないですよね、うん、うん、で、これ今、後ろ向いたじゃないですか。よく見ると、ほらここアップバンクのロゴがね、この背中にもあるんですよ。ちょっと今勢いでこの押しちゃいそうになっちゃったけどポチッこうやってね、男女の距離も近づくこの T シャツです。どうですか皆さん、江垣さんどれ欲しいでしょう？めっちゃくちゃ欲しいね。え、江垣さん何色がいい？どれが欲しい？え、黒のカズさんが着てるやつ、これか。おおじゃあちょっと特別に真央ちゃんとかに聞いてみようか。真央ちゃんどれがいい？黒のテヘペロ。黒のテヘペロ、まさかの真央ちゃん黒派でですね、やっぱりね、あの人それぞれね、好みがあるんでね、じっくりちょっと見て、あの選んでみてください。記事にしっかり紹介してますそう、これ着てアップバンクを宣伝してくださいそっちか。でもこれ着てたら、あ、アップバンクの読者の、あ、あなたもアップバンクの読者なんですかみたいな。あ、なんかそういうのいいねなんか前江垣さんがなんか言われたんでしょなんだっけ、あのサービスエリアとかで車すごいよね。だからね、きっとこの T シャツを着てればあの人 iPhone 持ってるな、ちょっと話してみようとか、そんなね、新しい出会いもあるかもしれない。 You are my friend! You are my friend! ということで T シャツチェックしてみてください。はい。